しいあなたものんびりしていた君も雨が上がるまで一緒におしゃべりしませんか。雨降らしのおしゃべりバラエティー、せーの、雨降り中の雨降らしゃべり、略して雨しゃべり。はい、 YouTube ライブ雨降らしオフィシャルチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。これ言い慣れてないからってそんな噛むことある。雨降らしオフィシャルチャンネルは噛まないよ。噛んでた、めちゃめちゃに甘噛みしてた。気づかなかったかも、私は。すごいね、雨降らしオフィシャル。ダメダメやんけ。雨、ちょっと今日あんま喋ってなくてさ。うん、なるほど、ごめんね。雨降らしオフィシャルチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち雨降らしです。イエーイ。さあ、今夜のアメシャベは取って出し配信です。はい、生ではないんですが、そうですね、ほんとちょっと前にね、収録したものをお届けしています。ほんと、あの10分ぐらい、それ10分の差、10分差ぐらい。だいぶもそれ生でやった方がいい。10分差つけるのと生でやりたいの。生でやりたいの。わかるわかる。まあでも本当に何が違うかって言ったら、何が違う、何も違いません。違わないですね。はい、いつも通りです。はい、まあでも生だろうが、あのね、配信、あのこの収録だろうがノーカットなんで、はい、いつも通りです。本当に本当そうです皆さん。でもあと萌香はお稽古、舞台のお稽古でお休みなんですけれども、はい、まあ、元気いっぱい、いつも通り ね、はい、頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。まあじゃあ自己紹介からいっちゃいましょうか。はい。はい、18歳の市川ゆずきです。よろしくお願いします。はい、18歳の小島花です。よろしくお願いします。カリーさん、ファイリーさん、はい、よろしくお願いします。あれあれ、ね、痩せた、痩せた、痩せた、見えない、痩せすぎて見えない、うん、まあ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 、まあ、今回の配信は事前収録、はいはいはい、まあ、そんなにも変わらないですけど、まあ一応事前収録って形で、そうですね、ちょっと何時間かぐらい前に撮ってるんですけど、はい、いつもより、はい、誰かさん時間間違えました。生だと思ってるやついるな。間違えちゃったね。生だと思ってて来てないやついるな。ちょっとちょっと、こんなにもさ、真ん中の2人がいないと視聴者数がどうしようもなくなってしまいます。それ自分たちで言ったら悲しくなっちゃうからやめてほしいよ、本当に。どこにいるんでしょう、まあ、ちなみにあのこの真ん中に席に座る予定だったアイラさん、はいはい、まあ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 、集合時間の5分、ま、5分前も来ない、うん、来なかったね、時間ぴったりになっても来ない、うん、電話してみたら、すみません間違えてました、ごめんなさい。まあ、そこの時間を間違えていると、はい、まあ、でもあるあるですね。小島さんも何かあったよね、だいぶ昔 ね、はい、ありましたよね。だから事前収録はちょっとそういうことがありがち、ありがち、間違いがち、うん、なんですね、ありますけども、これは罰を与えないとまずいですね。こっち側の途端急にそうやって行きかでやめてもらっていいですか、あいつ。いやでもまあね、せっかくなんで、うんうん、まあちょっとなんか食べたいよね。食べたい、お腹すいた、ね、買ってきてもらっちゃう、やってきてもらっちゃう。それではお電話したいと思います。出るかな、出ないし、まだ電車かな、電車でしょ、電車かな、もうちょっと後にしとくか、もう LINE で、LINE しとく、罰ゲーム、まあ、丸々買ってきて、罰ゲーム、何買ってきてもらう、何がいいかな、暑いね今日。そうだね、冷たい飲み物とかにする、確かにそうだね、スタバじゃね。スタバ、スタバじゃね、だいぶやりますね。あなたスタバじゃね、スタバ、うん、スタバ買ってこい。何がいいですかね、何がいい、じゃあ私はほうじ茶クラシックって言った、ゆずはココアのアイス、ココアのアイス、ココアのアイス、ほうじ茶クラシックティーラテ、クラシックティーラテ、いいですね。どんな顔して入ってくるかね。本当そうだよ。見物です、ね。いやでもこれをあえて未読無視したまま来るっていう、ありえますね。ありえますよこの人。ちょっとあの あえてね。そうあえて。いやだからちょっと到着、ここの最寄り駅の到着時間ぐらいになったらめちゃめちゃ電話してよ。わかりました。スタバクしますか。うん、スタバ。いいですね。わかりました。うちらはね、今日はもうまあまあ言っちゃえば、はい、ゆずと花ですから、そうですね、はい、これはもうゆずチューブ配信です。イエーイ、待ってました、お久しぶり、はい、最近もう
干され気味でしたね。言わないでください。干され気味でしたから、市川さん。いやでもみんなに言われたんで、いつになったら YouTube をやるんだと。なるほど。俺たちは豆しゃべなんて見たくねえと。見たくねえと言ってる人がいた。うん、愛だと思うからいらねえって。珍しい。ゆずチューブのゆずちゃんだけを見ていたいっていう方が多かった。そんな人いるんですね。いなかったんですけども、残念ながら。でもリリーベで、ゆずチューブを見て好きになりましたって人がいる。すごいね。えって言わないでください。私もびっくりしましたよ。びっくりだよ、それは。どの回だろうね。ほんとそう。もしかしたら、自粛期間のさ、ゆずが一人でやってたさ、何個もあるじゃん。あれとかかもしれないよ。でも面白かったって言ってたから、多分それではないんだろう。面白くないんだ、あれ。ね、面白かったって言ってたから、それではそうだけど、まあでも嬉しいことですから。そうですね。これはやっぱ今日は復活しておかないと思って、これを。復活いいですね。YouTube は基本的にほら、暇な時にね、やるやつだから。そうなんですよ。みんな忙しいってことだから、最近。忙しくて。忙しい2人が今いないわけですけど。あれ忙しくて。忙しいって言いたいとこですけど、うん、結構暇してるからもう本当に干されてる。そうなんです。本当に干されてる。シンプルに。シンプルに。そんなこと言えないけど。うん、忙しいふりしとこうか。そう最近忙しくてできてなくて、本当ごめんなさい、本当。すいませんね。スケジュール。待ちに待ってましたよね、ちょっといっぱい、もう全日埋まっちゃってるのに、ね、1ヶ月間全部。虚しいです。虚しいですよ。なんかこの2人だと、なんかこの2人は何もないみたいにこれ映ってるのが嫌だ。本当にそう。遅刻ですから。うん、決して仕事休みじゃないですからね。遅刻ですから。そうですよ。真面目ですよね。本当よ。まあ、これも仕事だしね。うん。違うね、本当。本当に。なんかちょっとなんかうちらの仕事量が少ないみたいな思われたらマッシングですよねっていう。まあそうなんですけどね。まあ、ところでハムさんワンピース見ました？ワンピースですか？え？今週の。いやなんか今日すごい元気だからそのテンション感で聞こうかな。なるほど。変えなくてなんか時間がなかったんですよ。忙しくて。忙しくて、この前も仕事入ってた。ああ、なるほどなるほど。じゃあ結構朝帰ってた。でも、本ってどこでも帰るじゃないですか。まあでもなんか、あのやってなくて。いやコンビニは24時間営業。みんな休業みたいな。いや、コンビニは24時間営業ですよ。見てません。普通に買えませんでした。あれででおかしいな、ハンちゃん。今日ちょっと遅めの時間だと思うんだけど。そうですよね。いや、本当に。これ終わったら買いに行きます。本当、本当ですよ。じゃあ一応田さんに謝っときな。愛が、なんか。自分は日本一愛してますとか。だってみんなさ、落とし入れようとしてるよね、すごい。いや、だってなんかよくね。うん。やっぱ1位を名乗るには。よくない、よくない。いや、いいんだよ。詳しくなくてもいいんだけど、愛はやっぱたくさんなきゃ。そうだよね。うん。私、先生、すいませんでした。いや、これは終わったら。はい。あいだに買いに行かせるわ。ね、買いに行ってもらおうか。そうだよ。ジャンプ買ってきてって。ジャンプ買ってきて。めちゃめちゃ個人。個人の趣味を。そんな感じで、はい、今日は2人と1個でいきたいと思います、ね、はい、はい、それ何なんですか、これ何でしょうね、ちょっと分かんないよ、なんかちっちゃく、痩せた、痩せた、なんかちっちゃくなった、なんか見てる皆さん、本当に何だか分かんないぐらいの人です、ね、小ささですね、何でしょう、匂わせみたいな感じで、まあはいはい、気にせず、それ気にせず今日やっていきたいなと思います、はい、まあ、というわけでね、今週も先週末の雨降らしもあのいっぱいあったんで振り返っていきたいと思います、うん、そうだね、まず土曜日と日曜日、リリーベを行ってきました、うんまずいい天気すぎた、逆に暑すぎた、本当に逆に ね、だから本当熱中症とかが心配になっちゃった、やっぱこの、ね、私たちさ、リリーベやったのがこの間冬とかの期間だったじゃん、うんうんうん、なんかこういうことも起きるんだっていうことを知ったよ ね、本当久しぶりに感じたよね、うん、この暑さの中で夏を感じたね、ほんとそうよ、いやでもまず土曜日が豊洲、豊洲でしたね、奈良と豊洲2回目だったんですよね、うん、雨降らしでは、そうだね、いやでも本当にさつかだったんですけど、うん、皆さん天気が良すぎたからかちょっと目が開けれてない写真とかも多かったんですけど、なんかうちのメンバー、雨降らメンバーみんな目開けれないよね、開けれないね、ゆずは意外に平気かも、うん、けどアイラとかやばい、もう全然開いてないよね、ね、眩しいって言って、ね、花なんてもうゴマ粒になっちゃいますよ、ね、元々が小さいからねそういうこと、うん、なんか今日ゴマ粒だなと思ってたけど、元が小さいんだ、多分元々か、あ、ごめん、なんか眩しいとゴマ粒になっちゃう、あ、なんかごめんごめんごめん、触れなくていい、あ、ごめんごめんみたいな感じでね、はい、すごい楽しいリリーベだったんですけど、はい、まず一部はさつかで、2部は、でも1部というより2部はすごい家族連れとかが多くて、多分でもどっちも多かったよ、どっちも多かった、多分お昼とか食べ終わって13時頃、15時か、15時頃に
みんなで来るっていう子が多くて、もう子供今回多かったね。そうだね、今回の2日間のリリーベは本当にちっちゃい子が多くて、多かった多かったね。なんかこのちっちゃい子たちが将来アイドルになりたいって言ってくれたら嬉しいなって気持ちだったよ ね。みんな踊ってくれるの。なんかララポートで1部2部メタモル2部か2部でメタモルフォーズをチェットリストでやったんですけども、その時にもう誰よりも飛んでる男の子がいて、いてね、すごかったよね。で、後でちょっとお話しした時に、なんか僕ずっと飛んでて途中で疲れちゃったのって言ってた。かわいい。でも永遠に飛び続けてくれたんですよ、メタモル。あ、特典会に来てくれたの。はい、特典会に来たというより、あ、まあそうですね、特典会に走ってきた。あ、そう。自由な子でした。自由な子、自由な子がいました。勝手に来たんだね。はい、いいですね。勝手に来てくれましたね。可愛かったです。可愛かった。本当にお子さん連れが多くて、うん、でも本当に普通にララポートに遊びに来た人たち、うん、もうみんな足を止めて見てくださって、ね、そう、なんか結構新規さん、新規さんが特典会に来てくれるっていうのも多かったね。そうだね。なんか。ララポートの日が、ちょっとね、多言場が多かったっていう。そうですね。そうです、かぶりが多かったですけど、みんな来てくれたから嬉しかったね。ね、本当に良かったです、うん。嬉しかったです。ありがとうございます。そうそう、あとさ、2部の最後にさ、いつもさ、私たちリリーベの時にウェルカムボードみたいなのを書いて、うんうん、なんかようこそっていうのをいつも手書きで書いてるんですけども、そのウェルカムボードのじゃんけん大会っていうのをやってるんですよ。うん、最後の、本当に特典会終わりの最後で。そうだね、そうやってるんだけど、萌香は2日連続ともたまたま通りかかった一般の方がじゃんけんに参加して、その方が勝って渡すっていう事件が起きてるね。そうそうそう、2日連続って珍しいよ。そう、本当にすごくない？うん、すごいすごい。でもその方がさ、調べてくれてさ、そうそうそう、 DM とかにインスタにしてくれたみたいな言ってた。そう言ってたから、すごいなって思った。また萌え顔しが。そうだよ、増えちゃいますね。増えちゃいますね。おかしいな、うちらもそろそろね、増え時なんですけど。そう思うんですけど。まあ、まあ、これからですよ。まあ、伸びしろ感覚なんで、うん。伸びしろしかないんで。はい、もう伸びれないし。伸びれない。もう伸びしろ担当ももう3年ぐらい言ってますけどね。いやそんなことはないです、うん、ね、いや、うちらは伸びてるはずなんだけど、なんかこっちも成長止まんないから、なんか思っちゃうと、そろそろ落ち着いてもいい頃かなみたいな。一回変わったしよね、うん、うちらがなんか伸びてないみたいになるよ。足並み揃えようとしてる。そうそうそう、まあ、ありますよね。協調性ないマジ。本当に、本当に私たちは頑張ってるのに、ちょっと KY っていうところがありますね。そうそうそう、うちらなんて裏切ったことない。そうですね、KY、そういう協調性がないのは良くない、うん、本当に、昨日の特典会さ、あ、すごい、でもララポートの話だ。まあでもララポートはそんな感じですごい暑かったんですけど、うん、皆さんすごい楽しんでもらえてよかったです、うん、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。でもさ、今回のリリーベとかすっごい暑くて久しぶりの暑さだったから、うんうん、やっぱ熱中症とかにはこれから気をつけていきたい、ね、そうですね、本当に皆さん冷えピタとか貼りながらライブしてもらっても全然ね、してくれてる人もいたよね、うん、で私たちはさ、もうほんとギリギリまでさ、影にいてさ、出てきてすぐまた影に戻るみたいな感じだけど、うん、お客さんはずっとさ、朝から待ってくれてるわけじゃん、ね、しかも飛ばしちゃりしちゃうからね。そう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 、影にいるだけじゃないよね、なんか風当ててもらったりね、大変なんですよね。ほんとです、お水飲んだりね。ほんとそうなんですよ、ね、私たちはなんか影にいるだけみたいな言い方して、いやいやいや、そんなことない。大きなうちわでこうやって仰いでもらってるんですけども、ほんとセレブなんですよ、はい、セレブなんですけども、でも皆さんはね、私たちのことを暑い中待ってくださっているので、うん、本当に気をつけていただきたいです、うん、楽しみましょう、はい、ほんで、昨日は昨日は大宮にステラタンに 初上陸ですよね。そう、いや嬉しい、ありがとうございます。もうでも、アメフラッシュじゃなくても 3B の時からでも行ったことなかったよね。うん、ステラタウンね、私たちはないらしい。ないよね。他アイドルがあるって言ってたかな。本当？そう、私たちはなかったね。ああ、そうだよね、うん、いやでも本当に結構ショッピングモールのど真ん中というか、まあ、人通りがすごい多いところで、本当に絶対アメフラッシュを知らないだろうなっていう方もみんな見てくれたよね。だって前にもうフードコートがあって、右側とか31とかね、うんうん、いっぱいあったもんね。あったあった、ね、すごい本当に超ど真ん中でライブさせていただきましたね、うん、でも31が近くにあったんでお昼31食べましたね。すぐ食の話に持ってくのやめてもらっていいかな。食べましたね。暑かったからね。美味しかったね、うん、美味しかった、幸せでした。私たちは最近リリーベの時にそのショッピングモールのご飯を買ってきていただくんですよ。そうそうそう、
で、みんなで食べて本当幸せな気分でした。んで陰にいて最低ですよ。本当最低です。煽ってもらって最低ですけども、まあでもあのお客さんに、あの私たちが一部の時に暑いので、うんうん、あの涼しくなる方法を教えてあげようかなと思って MC でね、話したんで、あの左に薬局がすぐ近くにあったの。もう本当にもう見えるところにね、うん、もう徒歩10秒ぐらいのところに薬局があったから、そこでヒーピッターを買って参加するもあり、右手の31で冷やすのもあり、あと右手に31があって、その真横、もうみ、あ、右斜め前に31があったの、うん、で真横はお花屋さんだったのね、うん、でそこのお花屋さんで、まあ、緑の葉っぱを買って、まあ、緑のカーテンみたいな感じでなんか顔の横にそう思ってたら涼しくなるんじゃないですかねって、うん、まあ、もうとっさの思いつきで言ってみたんですよ。はい、言ってみたら2部、5名ぐらいの方が葉っぱを持ってやってきましたね。ライブやってきましたね。なかなか固形、あのなんか珍しい。そうそう、でこれストコメでも言っちゃったんだけど、ゆず、あの特典会中、私今回なんかアイラが隣だったの、特典会、うん、いつもは萌香とかなんだけど、うん、アイラが特典会横だったのね。でなんか新規ですって来てる男の方がいて、うん、あ新規なんだなってパッて見たら葉っぱを持ってるのね、うん、その人が、うん、あ何だろうって思って、したらアイラがなんで持ってるんですかって聞いてたの、うん、したら、あ新規ですけど葉っぱも買いました、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いね。すごいね。新規さんが葉っぱを買ってね。だからさ、一部を見てくれてってことだよね。そういうこと、二部で。多分相当珍しい。本当に珍しいよね。葉っぱ買えって言ったの誰なの？ユースです。で、ユース。じゃあ、まあ、悲しいな。そうですね。あの、ユースの言うことを聞いたけど、あれなんだ、バレたんだね。しかも、あの私推しは誰も買ってない。はい、気まずい。はい、気まずいことに、まあ。なんか他の人たちもやってたんですけど、私としてはもう全くやっていなかったと。そういうこともあります。まあまあそういうこともあります。はい。元気出していきましょう。うん、ありがとう、なんか慰めてくれて。まあでもまあそれで仲が深まったんだ。ねえ、あの私たちはキューピッドで。うん、そうそうそう。頑張りましょう。嬉しい嬉しい。キューピッドに名前書いてもらったらいいんじゃない、みんな。ああ、確かに。ああ、いいですね。推しの名前を、はい、数がバレちゃう。ああ数がバレちゃう、そこはデリケートなんですね、うん、だからあの昼間のリリーベのいいとこだ、ペンライトの色味が分からないってことですか素晴らしいでもうちら最近あの共同作業してて、なんかうちらあの公式グッズのペンライト紫と青が結構似てるんですよ、色味が結構似てるんですよ。そうだからなんかライブ中うちら多く感じるんですよ。そうあの青も私たち売れたみたいな。そう、青も紫だし私からしたら青は紫だし、花からしたら紫は青なんですよ俺は売れたみたいな。うちら一番多いよね、一番多いよ、ほんとに悲しい。2人で勝とうとしないでもらっていいですか。あ、でもあの公開稽古で貸しこの間びっくりしちゃったのが、あの2人足しても赤のが多かったすっごいびっくりな事件が起きてて、まあ、そういうこともある。なんかあのアメフラの逆にも公式グッズが赤になったのかなってぐらい赤が多くて、ゆずなんかオレンジなんですよ今公式グッズ、はい、だからオレンジかなって思ってみたんですよ一回、でも赤なんですよね、なんかゆっくりしちゃった、うん、あ足しても負けましたと思って、うんそんな自虐はさておき、さておきですよ。遅刻も許そう。うん、もうつく許そう。許そう。私たちが言っていい身分じゃなかった。そうですね。なんか買ってきてダメなの。今からうちらで行くか。そうしようか、しとこうかな。すいません、今行ってくるんでちょっと待っててもらっていいですか。誰もいなかった。そのちっちゃいもいなかったみたいな。何も喋んない、見えもしないっていう。もいかちゃんになっちゃうから。でもあの私びっくりしたのが、意図を聞きたいんだけど、リリーベのセットリストで、しかも大宮。うん、ステラタウン、まあ、言っちゃえば子供連れも多いし、うん、まあそのショッピングモールのど真ん中だし、うん、まあちょっとかっこいいアメフラっぽい曲とかやるのがベストだと思うのね、うんうん、私2部のさ曲にハイカラーラッシュが入ってたのがびっくりしちゃって、ああ入ってたね、そう確かに珍しいなと思った。リハでやった時にさ、うん、小さい子ピクンみたいなしちゃってて、ユーズのデスボイスがね、そう相当ビビりますよね。ショッピングモールであんなデスボイスいきなり鳴らしちゃって、可愛いみたいな、そう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 聞こえてくるもんね。大丈夫だったかなって今でも心配してる。あ、多分相当びっくりしてたと思う。あれで多分帰った人5人ぐらいはいるだろうね。いた。うん、マジか。危ないわよって帰っちゃった子がいたかもしれない、うん。見ちゃいけないよって。そう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 。あの子なんだろうって思うと思うけどな。え？
私がお母さんだったらダメ目隠したくなっちゃいますね。私お母さんだったら近づきは近づきたくない。そうですね、近づきは危険物だと思っちゃいますね。いやでも、すみません、口が滑っちゃう、口が滑ってるな。でもまあ2日とも撮影だったんで、たくさんいい写真を撮ってもらいました、ね、そう、いっぱいね、ゆうたち保存してるの。そうそう、私たちもね、保存してるんで、何個か紹介するお気に入り。お、いいね。お気に入り紹介いたしましょうか。はい、じゃあそれは、カメラの前で見せてもらっていいかな。はい、はなちゃんから、はい、いきますね。オッケー、お名前もじゃあ分かった、撮ってくださったね、確かに、うん、はい、私はあの豊洲の時のアイラ・ハナで歌ったシトラスあの時の写真だと思うんですけど、こちらです。じゃーん、これは多分デコハチさんかなが撮ってくださったんですけども、すっごく2人ともかっこよく写していただいて、すごい美化をされててありがとうございます。美化、魔法って言いましたね。魔法がかかっていてすごいありがとうございます。めちゃめちゃかっこいいですですね。はなちゃんはそれ、それゆっちゃんはお宮を言おうかな。でもいいですよ、他にもあればせっかく。ゆずは、ゆずいっぱいあるんだけど、ね、わかる。全部言っていい。まずこちら、この写真はミョンヌちゃんが撮ってくれた写真、めちゃめちゃ可愛くて、しかも魔法もかけてくれてて可愛く漏れてるのと、ね、漏れてますよね、うん、あとこれはゼロさんだったかなが撮ったやつ、これアイラとユズが昨日たまたま同じ髪型してたんですよ。ほんでこれを撮ってくれたのが可愛かったのと、あとこれはモさんが撮ってくれたやつ、これもめっちゃ可愛い。これはね、遠距離撮影会、多分、うん、そう、撮影会で撮ってくれたやつで、遠距離撮影会って結構はちゃめちゃに動くんですよ。だけどめちゃめちゃ綺麗に撮れてるのが、さすがお高いカメラだなと。はい、あとね、萌香とアイラも言っていい。お、あるある、てんてんさんが撮った。え、待って、花もそれ。萌香、このバブーの萌香めっちゃ可愛い。やってますよね。ちょっと今回お子さんがたくさんいたから、赤ちゃんっぽくなってくださいって萌香にリクエストする人が多かったんですよ、すっごい、はい、それでこれをやってたんですけども、あざとい、はい、本当に可愛い、可愛かった。あとマサさんが撮ったこの無邪気なタンポポを持ってるアイラがめっちゃ可愛いんですよ。あー、それ可愛いよね。アイラって普段めちゃめちゃ決めてる写真とかが多いじゃん、うん、だからこそこういう無邪気な写真はめっちゃ可愛いなって思いました。以上。本当にもっと選びたいぐらい、そう、てか全部保存してるし、わかるね、フォルダ作ってるもん、札感。そう、しかもなんか私思ったことがあって、うん、すごいお高そうなカメラをすごいみんな構えてくれるじゃん。でも結構本当にスマホとかだったり、うん、携帯で撮ってくれる方も多いんですけど、の画質がめちゃめちゃいいの。いいよね、なんか全然携帯でも画質いい。今時のスマホってすごいなって思った、ね、なんか最近新しくして、なんか高画質の携帯買ったんですって、うん、めっちゃ高画質で綺麗なのね。なんかそう、動画とかも上げてくれてる人いて、うん、そういうのも本当上手だし、ね、画質もいいし、うん、いや本当にありがたいな。ありがとうございます。そう、そういえばさ、そのクロポちゃんも撮影だったじゃん、うん、その日、うん、なんかさ、アイラがこれでバズったでしょ、うん、これを真似してくれたんだって。そうなんだ。ここに CD 持って。アイラがそれでバズったのは橋本環奈とかね。そうです、そうです、橋本環奈がバズったんですけど、ここで CD 持って同じポーズしてみんな撮ってた。そうなんだ。めっちゃ可愛かった。可愛いね、それは。そうなんですよ、保存しちゃった。なんかあれ、ボルトちゃんもワンマンがサツカだったしね。あー、そうだね、めっちゃ可愛かったね。サツカパーリーですね、本当に。誰も可愛く撮っていただき本当ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、全然携帯でもめちゃめちゃいい画質でね、撮れるので、うん、全然カメラ持ってないよって方もぜひ携帯とかですね、参加してほしいよね。ね、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけでね、まあ改めてなんですけど、はい、このリリーベなどで発売しているセカンドアルバムドロップは5月24日に発売予定です。よろしくお願いします。さあちゃん、はい、あやちゃん見てる？なんか絵文字が送られてきました。どういう泣いてる絵文字が。おお、これは買ってきますね。買ってくるかな、うん、
そろそろ来るかな。下に家に間に合わないって可能性もありますありますね。ありますね。あと50分とか45分ぐらいで終わっちゃいますから。まあ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 、買ってくれればいいよ。来てほしいですね。ゆずたちはそれを飲んで帰るから、ゆうが。最後、一瞬出演して終わりみたいな。一瞬でいいよ。ありです。はい。はい、というわけで、あとセカンドアルバム、ドロップのリリースに合わせて、なんとツアーも開催されます。イエーイ。はい、日程は5月7日東京 Spotify OS と、はい、5月21日大阪江坂ミューズ、はい、5月22日愛知名古屋クラブクワトロ、はい、5月28日東京神田スクエアホールにて行います。はい、全て2部制ですね。そうですね、はい、でもね、チケットもなんと発売してるんですけど、なんと、はい、5月7日の初日は完売してしまったそうです。あってもしかしてもう売れちゃったって思いたいとこなんですけども、うん、はい、なんでかわからないんですけどね、はい、まあもう初日結構売れてしまって、うんうんうん、あ、なんか2部誰か救ってくれませんか、拾ってくれませんかみたいな、ちょっとたくさん見たんですよ、一部拾ってください。うん、28日たんまり残ってるぞおっとあったあった最終日最終日大丈夫、最終日どうなってる、うん、大丈夫そう、みんな、あの今のままだと私じゃ、あの開催はできませんできませんはい、マジか、そんなことなるでしょ。いやいやいや、できませんそんなに売れてない、できないというか、やりません、やりません、はい、やばい、それは危機だ危機です。みんなさ、28日まだまだだからって思ってチケット買ってないんでしょ。いや、ダメです、そんなの。ダメだよ、ダメですよ、忘れちゃうからね。どうしよう、私たちはそう思いたいけど、本当にみんな買っていてこの枚数なのかもしれないけどね。それもありますね、うん、けど私たちはまだみんなが余裕をこいてるっていうことを信じたい、信じてる、うん、だから皆さんね、早めに予約してくださると嬉しいです。だってさ、それってさ、いわゆるさ、28にさ、うんうん、急遽自分の主現場がなんかライブが入っちゃった時に、うん、あ、買っちゃったよってことが起きないようにやってるってことでしょ。そういうこと、そんなことはさせない、させちゃダメだ、ダメ、うん、絶対私、だって私たちの方が先に予定出てんだもん、ダメだよ。そうだよ、だから行かせない今すぐ予約してほしいですね。そうですね、よろしくお願いします。なのかね、ありがたいことに完売なんですけども、21、22、28はまだまだチケットありますので、よかったら皆さんぜひ友達などたくさん誘って、新規の方もありがたいですし、ぜひ来てくださると嬉しいです。お願いします。よろしくお願いします。短い期間でもね、パワーアップしますもんね。そうだよ、本当に。え、てか今回のツアー、え、マジで嘘ついてない、本当に全部来ないとガチ後悔する。あのね、本当に全部に来た方がいいと思う、うん、いや本当に、まあ理由は何かとは言いませんけど、全部に来た方がまあいいかな。そう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 、だってさ、全部の公演でさ、100、なんていうの、わかる、そうだよね、完成するというか、まあ、そうそうそう、全部の公演で全ての雨降らしが見れるというか、そう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 、全部見たことにより、ね、そうそうそう、そういう感じだから、うんうん、ピースを全部一気に埋めませんからね。そうそうそう、一個ずつ埋めてきますからね。こうやってね。そうだよ。なんで皆さんぜひ見に来てください。かっこいいね。お願いします。お願いします。はい、というわけでね、もう本当に一度見たら雨降らしも埋まりますので、ぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけでね、はい、もうアイラさんが全然来ないで次の企画に進みたいと思います。次の企画っていうか、最初のコーナーですね。そうですね。まだコーナーに何も言ってなかったっていう。そうだった。はい。さあ、というわけで続いては、続いてでもないね、はい、最初のコーナーはこちらです。私たちの意外な一面を知ってもらえるこんなコーナーを作りました。おー、なるほど。題して、これってもしや私だけ。おー、なるほど。これはですね、はい、あの自分ではまあ当たり前だと思っている思ってやっている行動など、まあ、習慣ってあると思うんですよ、はい、でもまあ人からしたら全然当たり前じゃないみたいな。小島家本当に多くない、そういうの。いや、でも私からしたら普通だから分かんないけど、でもなんかめちゃめちゃさ、本当にいいことなんだよ、うん、いいことだけど、いまだに家族4人でね寝るみたいなのはやっぱちょっとユスからしたら、えって、いや多分ね、一般の方でも、まあ、世間一般からしたらびっくりすることだと思う、うん、まあ、私的には普通に一人で寝たいんですよ、うん、寝たいんですけど、自分の部屋がないのと、うん、え、でもお兄ちゃんと一緒の部屋じゃん、うん、そこで寝ればいいじゃん。そこはもう物置みたいななってるんですよ。毎回片付けろそうなんですよ。私花んち行ったけど別に寝れるスペースはあったよ。ああ、もうあれは人が来た時だけです。もう今はもうね、足の踏み場はないんですよ。なるほど、はい、寝室という部屋があるんで、家族4人で寝るしかないみたいな。
だからそこの寝室をじゃあ花の部屋とお姉ちゃんの部屋に分ければいいんじゃないですか。そうなんですよ。そしたらパパとママが寝れないし、パパが悲しんじゃうんです。パパの部屋とママの部屋はないの？ない。そうなんだ。なるほどね。じゃあそこの部屋もパパとママの部屋でいいじゃん。で、お姉ちゃんと母の部屋で2人ずつに寝ればいいじゃん。あ、でもパパがどうしても子供と寝なきゃ俺は寝れないって言うの。それでパパに問題があるんだよ。そうなんです、うん、パパに問題があるんです。まあ、でも意外とそういうところの一面ってさ、すごい話すわけではないからさ、みんな知らない意外な一面のところが多いかもしれない。まあ、花ちゃんは結構あの家族よくちょっと出しゃばりなんで、出しゃばりですね、出てくることが多いですけど、他のお家の事情とかあんま詳しくはそう言ったことがないじゃない。聞きたい聞きたい。まあ、うちらも結構長い付き合いですけども、そんなことあるって多分今でも思うこと結構多いと思う。あると思う。うん、だから、うん、そういうことをいろいろ言っていきたいなと思うんですよ。はい。まあ、せっかくね、この二人いないですし、まあ、暴露形式と言いますか。まあまあ、私はまずこの子を暴露します。お、ありますか、はい、やっぱね、人からしか分かんないもん。でもこれはよく言ってることではあるんですけども、うんうん、まあ、学校に時間通り、いつも通りね、時間通りに家を出て学校に行く予定だったのに気づいたら2限目。やばいよ、それは。どんだけゆっくり歩いたらそこになるの。だって普通に行けば時間通りに着く時間にちゃんと出てるんでいいよ。言ってるよね、なんか歩くのが遅くなっちゃうね、言ってた。なんかでも気持ち的には行きたくないって気持ちがあるんだって。まあそれあるだろうね。でもちゃんと頑張ってその時間通りに出て行って2軒目だし、なんかどっかさ、カフェとか夜ならわかるよ、歩いてんだよ。そう、すごくずっと歩いてるんですよ。それで2軒目ってどういうこと？どういうこと？本当にその1時間どこ行ったの？いや本当に、これは萌歌の有名な話ですよね。本当そう、ゆっくり歩いてたら着いたら2時間ぐらいだったっけね。ありえないことですから。本当に本当に逆マイペースの女。逆に1時間ちょっと家でゆっくりしてちゃんと行った方がいいよね、2軒目に。ゆっくり歩いてる方がめんどくさくない？めんどくさいっていう、まあそういうことがいろいろあるかもしれないので、はい、そういうことちょっと今日2人で言っちゃいましょうか。はい、深掘りしていけたらなと思います。ということで、はい、どっちかありますか？ハナちゃんある？じゃあハナ、ゆずの言っていい？私ある、私ある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 。そこまでさ、うん、一番世間一般で普通な家庭だと思う。いやえ、いいよ。アイラとかさ、ハナンチって結構独特ない？いや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 、そんなことないと思う。私がゆず的に、ゆず、うん、的になんか珍しいなって思うのは、うん、よく一緒にご飯食べに行ったりするんですよ、うん、そういう時って大体友達とか、まあ、カップルとか家族で行っても向かい合わせで座るじゃないですか、はい、普通なら。ああ、そういうことね。そう、普通なら向かい合わせで座るのにいっつも隣に座ってくれます。それは私ですね。私、ゆずの私、家じゃなくて私がね。そうそう、ゆずの珍しいなと思っていつも隣に座ってくるから、多分他から見たらどういうことってなるじゃないですか。4人席でもこっちの2人席、2人で座る、はい、並んで座るってことですよね。そうですね、向かい合うのが嫌いなんです。え、普通じゃないですか。普通ですよね。ちょっと、ね、ほら、女の子は分かる。え、ミクさんもそうですよね。ちょっと鈍いよ。並んで食べるの分かるってこと？ちょっとだけ。ほら、ほら、やっぱそうなんだよ。全然分かんないんだけど。え、まあでも並びたい気持ちは分かるけど、男の方は分かんないよと思います、この気持ち。だから男の子がそう、彼氏とかとさ、並んで食べたいっていうのだったら分かるけどさ、そういうことじゃないでしょ。でも、もう YouTube 原理で言っちゃえばそれじゃないですか。好きだから隣にいたいってこと？だから友達でも、好きな子だから隣同士です、うん、じゃあ話すかね。やめろよ、お前。ちなみにそれさ、アイラとさ、モエカと食べに行った時もそうしてる？いや。でも前余計なこと聞くんだよ。まず、いや、なんかしてるイメージないなって思って。いやいや、だから行かない行かない行かないアイラと…嘘つけ、行ってるじゃん。え、モエカと最近ご飯は行くのね。モエカは、マジで真向かいに座りたい人っぽい。あから、自分の広いスペースがいい。そう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 、そう、そう。モエカはそういうのがあるから、そういう人は合わすけど、なんかこだわりないじゃん、別に座るとこに放って。ないはない、うん、だからそういう人だと隣に座るかも、うん、だから親友のことかとも絶対隣に座るし、うん、なんか、まあ、私くっつくのが好きなんだと思う。すぐくっついてきますね。そう、だからご飯食べ終わった後とかこうして2人で携帯とか見たいの。あー、
なるほどね。そう、これ面白くないとか、うん、なんかこうやってやるのめんどくさいし。そうね、うん。そういう意味じゃ横並びの方がやりやすいね。そう。し、あとは食べてる自分の顔を見られたくない。まあそれはわかる。あ、そうなんだ。そう。なんか自分の顔にやっぱコンプレックスを持ってる人って人に食べてるご飯中の顔ってあんま見られたくないんですよ。そういうのあるよね。こうやってやったら食べてるとこ見られちゃうけど、こうやってさしたら平気じゃないですか。それはわかる。それはわかるって、わかんない顔見られるから。それは気持ちはわかる。だから隣に座っちゃう。でも友達と私今までご飯食べに行った時は普通はたいあのこの向かい合わせが多かったから、ゆずと初めて行った時とかはびっくりした。隣に座ってきたこいつと。確かに。時々確かに見るけどね。隣に座ってるとこね。うん、ああ確かに結構くっつきたがりだから。あ、これ今日上2人がいる時に聞いてみたかったね。確かに。どっち派かみたいな。いやでも多分この2人は向かい合わせっぽいイメージを。食べてる姿にも自信があるから。うん、そう、絶対違います。間違いない。絶対それ違う。間違いないからいいですね。でも、うん、なるほどね。確かに珍しいなって珍しい思いました。だから特典会とかに来た時、僕もゆずきちゃん派ですっていう人がいたら、ね、うん、ぜひ教えてほしい、ね、うん、うん。ゆずが思うのは、うん、私はこれは誰かにじゃないんだけど、うんうん、私んちがおかしいのか、他んちが おかしいのか、おかしいってか多いのか分かんないんだけど、私の家って外食をそんなしない。はいはいはい。でも私ハナんちとかアイランチってめちゃめちゃ外食するなと思う。あ、するね。ゆずとかもえかってマジで家族で外食しないじゃん。しないよね。ほんと私2ヶ月に1回でいい方ぐらいじゃん。でもさ、週1は余裕で行ってるよね。もっと行ってると思う。だよね。それは嘘だけど、うん、でも外食の方がゆずはな多いイメージなの。うん、外食逆に家で全然食べない。そう、それが普通じゃないなって思う。あー、うん、確かに。うん、外食多くね。外食多いですね。基本的に昔から家でお母さんがご飯を作るってこと自体あんまなかったんですよ。それはママの株が下がるからやめてあげないよ。そう、あのなんか悲しむぞ。作ってくれるけど、納豆ご飯とか、うん、カップラーメン。それは自分で作れるな。全然上がってないじゃん。全然上がってない。今下がった今。下がった、うん、でも本当納豆ご飯美味しいんだよ。分かる。で、まあ、あんま作ることもなくて、みんなで外食に行くっていうのは多かったんだけど、うん、確かにゆずと萌香の家は全然行ってなくて、アイラキも外食めっちゃ好きじゃん。めっちゃ好きだね。だから確かに。あ、でも珍しい。珍しくないですか。そんなしますか。そんなに頻繁にはね、しないですよね、と思うんですけどね。まあ結構あの学校帰りに会社帰りのママと合流して食べに行くとか、結構毎日やった。絶対ない。なんか私の家族はあの少ないからこそ、その時にバッとめっちゃ美味しいものを食べたい人だった、うん、でもなんか違うじゃん、うん、なんかね、キャンプとかも好きだし、外に出るのが好きだから。めっちゃアウトドアなんだ、ね、アウトドアなんだ、ね、パパが。確かに。そう、だからですか、ね、あー、そうなんだ、うん、絶対多い。だってゆずとかさ、旅行とかキャンプとかも行ったことないって言ってなかった。家族旅行は少ないよね。4人で行ったことは人生で、私が記憶してるのは多分2回とか。おー、少ない。1回、2回あとかしか行ったことない、ね、あんま聞かないなと思って、うん、だから旅行めっちゃ行ってるよね。めっちゃ行ってると思う、ね、数行きだよね。なんか家族で行くことがめっちゃ多いですね。でも仲悪いとかではない、決して。うん、だろうね、うん、仲いいもん。仲はいいんだけど、珍しいなと思う。なんか多分さ、なんだろうね、冷め切ってんのかな、私たち。冷め切ってるって。だってさ、一緒に寝たりするでしょ、うん、あのママとかは一緒に寝るってなると切れるの。なんで一緒に寝なきゃいけないのって、切れる方なのね。おはようございます。おはようございます。あ、一回それだけいいですか。スタバだけ置いて、一回ここに、スタバだけ置いて、スタバ置いて、あ、遅刻、あ、遅刻、ここ置け、置いて、おいおいおい、何か取ってんな、おい、なんか自分の分持ってる。いや、そんな置かれた身分で自分のなんて買ってこれるわけないじゃないですか。あとあの追加注文だよね。うん、追加注文。コンビニでジャンプと、ジャンプ、ジャンプ、今週のジャンプ、うん、お前読んでねえだろ、お前読んでねえだろ、今週のジャンプ買ってこい。いや私ヤンニョムチキン食べたい。ヤンニョムチキン、新大久保行っていただいて、うん、今から買ってきてもらって。じゃあ私がその会社アメシャビ、今違う、アメシャビやってない、今ユズチューブ、ユズチューブ、ユズチューブに変更したんですね。ありがとうございます。本当すいません、本当に全くもう
ます。あやら19歳です。自己紹介好きな遅れた身分で。遅刻しました。すいません。まあ、本当ごめんなさい。1時間間違えました。何買ったのさ、それケーキみたいなの。これはスタッフさんの分です。あら、すいません、遅れて。そんな遅れて、近くの罪は消えねえぞ。ここだけはカットしますから。カットしてください。ノーカットでお届けしてますけど。本当に自分の分。自分の分だな。何それ。いや、なんか、もちもちもちみたいな。あ、これ食べたい。あ、でも、え、食べた。3本もらってきたから。めっちゃ美味しいんだよ。食べよう。やった、ありがとう。イエーイ。ということで、アイラちゃんが来ました。暑くないんですか？ありがとう。暑い、でもここ。暑いですよね。ゲイスト版の差し入れ。じゃあもうアイラが来ちゃったんでアイラの暴露はできないですけども、そうですね、ここって自分だけ意外じゃないみたいなところを言ってるんですけど、他のメンバーのことでもいいですし、なんかアイラある？あ、でも私は結構お財布にお札を入れるときに必ず向き揃えて入れます。あ、やってるね、確かに。そう、でもなんか意外と人に揃えた方がいいよって言うと、なんか揃ったことないとか言う人が多いから、なんかその大きい位の方が一番後ろに行って、例えば1万円札一番後ろ、5000円札2番目、1000円札 3番目とか、そういうちゃんと揃えてるっていうことです。それすごい、すごいくない？私絶対ない。私もたまにやる。本当、自分だけかなって。毎回絶対、だから毎回私のお札は綺麗な向きです。うん、おお、すごい。いただきます。はい、よかった、めっちゃありがとう。よかったです。この2人はもう言ったの？言った、言って言った。何言ったの？なんかゆずはご飯食べるときに、うん、いつも隣、向かい合わせじゃなくて隣に来るっていう、うん、ああ、アイラはどっち派？向かい合わせ。私は向かい合わせだな、うん、隣はなんか狭いもん、なんかだよね。わざわざね、なんかそんな仲良さをね見せつけなくてもいいかな。そういうわけじゃないですけど。そういう理由ではないです。そういう理由ではないです。仲のやつは見せつけるための隣同士ではないんですけど。この間私幼馴染とディズニー行ったんですけど、うん、ご飯屋さんでご飯一緒に食べるときに、うん、幼馴染が隣座ってきたんですよ、うん、その4人席があって、うん、で向かい合わせじゃないですか、うん、なのにわざわざ隣に座ってきて、なんで座ってくるのって言っちゃったもん。そしたら、最悪やん。なんかよく二人で座りたいからって。かわいい。いや、狭いよとか言って。アイナにはぜひ今日のこのね、アイナが来る前のこの見てほしいです。ゆず花の投稿ぜひ見てほしい。なになんか言ったんでしょ。見てほしいです、ね、どうせなんか言ったら、普通のことですよ。普通のことですよ。そうですか。はい、ありがとうございます。マイカがなんかさ、人とずれてるなと思うとこある？でもほとんどずれてるから、だからもうそもそもマイカ自体がずれてるから、お、何これ、怖いの。今日にはそんな、あの、そんな触れないでいいって言って、この人別にただ置物として存在してるだけだから。すごいバッグを置いてあるよ。あ、まあまあ、そんな、そんな触れないでいいって大丈夫。あ、そう、はい、分かった分かった。マイカは自分が変わってるなと思うとか、ちなみにあるね。うん、うん、あ、長いな。なんか喋ってくんないんだよ、無視する。あ、無視する、あーとか言っちゃった。なんかある、なんか声小さい、声小さい、いつも小さいからさ、聞こえない。ボイトラよく怒られてるじゃん。聞こえない、はっきり喋って。もうそれは花さんですけど。あ、そうです、すいません。最近この方も一緒に怒られました。そうですね、最近。え、なんだろうね、もうなんか基本でもね、全部ずれてる気がする。え、でもあれだよね、やっぱ一番大体的なのはさ、着替えるとき絶対何かの物の上に乗って着替えるよね。なんかさ、ちょっと潔癖なのかさ、
靴下の状態で地面に足をつけるのがすごく嫌で、いつもキャリーケースとかあるときはキャリーケースの中身の上に立って着替えてたりとか、こういう椅子の上に立って着替えてたりとか。そんなキャリーケースが汚れるけどそれはいいのかなと思う。そう、だから自分のだからいいみたいな言うけどさ、私たちからしたら汚いの一緒だよね。そうだね、どちらにしろね、うん、汚れるからね、うん、とかかな。まあ、綺麗好きだよね。綺麗好き。あと食べ方がちょっと面白い。あぬえかの食べ方ってすごい赤ちゃんみたいじゃない？わかるかも。わかる、うん、なんかこうやって食べる。そう、こう。ああ高いの？わかるわかる。わかります？めっちゃここ高いですよね。肘を上げて食べる。いただきまして、こうやって食べる。そう、こうやって食べる。めっちゃわかるわ。そうだね、ちょっとファンの人なかなか見れないかもしれない。確かに。足上げたり。普通ってこうじゃん。こうなんだね。そうだね、肘上がってるね。そう、あとなんか結構前のめりになる。そうだね、こうやって汚さないようにしてんだもんね。確かに。確かに、それはそうだ。それはここ上げてる。前から思ってた。なんでここ上げてんだろう。幅取るな、こいつって思ってた。そうそうそう、なんでなんだろうね、あれだって絶対食べづらいやん、絶対こう食べた方がいいやん、ね、確かに、そうなのかな。そこら辺は確かに珍しい、珍しいやん、マイカって存在が珍しい、マイカ存在が珍しい、うん、なんか不思議ちゃんになりたかったって言ってたけど、十分不思議ちゃんだよね。めっちゃ暴露するじゃん。間違いない、うん、あとさ、だってお母さんに洋服を買ってきてもらうのも珍しくない。ああ買ってきてもらうよね、いつも。私はもう絶対嫌なの。私もなんか趣味が合わないんだよね、うん、そもそも可愛いって思うのが、うん、そうなのよ。お母さん合わないから買ってきてあげたよって言われても嬉しいんだよ。嬉しいんだけど、あ、どんなのってとりあえず聞く、うん。だからママはもうそれを分かってるから絶対買ってこない、うん、絶対言えずに、うん、もし可愛いのがあったら LINE か電話で写真とか送ってきて、うん、ママもだからそこの洋服屋さんに1時間ぐらいいるの、ゆずか編集を送るまで。かわいそう。なんかでスタッフさんから声をかけられても、すいません、あの娘にこれ OK もらわないと買えなくて。かわいそうなんだみたいな感じで、うん、買ってきてくれても、なんかゆずがもしそれがえってなっちゃったら悲しいからみたいな、うんうん、なるほどね。そう、ママとさちゃんとさ意見があってさ、買ってきたものを着るってなかなか珍しくない？うん、確かに珍しいよね。それ可愛いねって言うと、なんかわかんないけどママが買ってきたやつね、いつも言う。だいたいママが買ってきてるやつだよ、うん、買ってきてる。まあ、でも最近結構ママ離れしてるイメージはあるけど。そう、ママ離れしようと頑張ってます、ね、お弁当とかね作ってもらってるよね。確かに、でもこの間がポーライス自分で作ってきてるし、ね、多分自分で作ってきてた、ね、怪しいよね、なんかちょっと怪しい。確かに。でもすっごいびっくりしたことがあるの、前かも、うん、2年前ぐらいかな、うん、指輪を持ってきてたの、うん、めっちゃイヤリングが入っててジップロックの中に、多分それママが持ったのは今日の洋服に合うように似合うようにって選んだ何種類かのアクセサリーだったの、うん、電話してママにこれはどこにどれをつければいいの。自分で考えるわ、やばくない。やば、私その電話聞いた時本当にびっくりしちゃって、やば、一生鮮明に残ってるんだけど、アクセサリー自分で決めないんだって思っちゃって、まあ、今はないだろうけどね、うん、もう大人になりましたし、二十歳になって。いや結構あるけどそういう話。でも2年前ってことは言っちゃえば今の私たちぐらいか、もう一個下かぐらいじゃん、うん、あ今の私たちにはありえないはずだよね。ありえない、自分で決めるよ、うん、さすがにやばいね。なんかそもそもさ、ジップロックにさ、そのそのね、何種類もつけられるようにっていうのがさ、でもそれはさ、まあまあまあ萌えかだしって思うじゃん。それですら選んでもらってるわけでしょ、だって、まあ、そうだね。でもまあ萌えかだし、ゆじふだんだし、ママっ子だしみたいな、うん、そこまではいけたんだけど、うん、そこからも選ばんのかいってツッコみたくなっちゃった。やばい ね、それはやばいね。だから変わってる子だよね。うん、なんかすごい子です。本当に変わってるか、本当にすごい。なんか同じハートのイヤリングで赤いかちょっとピンクかみたいな、うん、まあ、そこまでさほど変わんないみたいなのをずっと10分ぐらい、どっちがいいかな、ね、この赤のハートかピンクのハート、いやもう物は一緒だし、どっちがいいなだけやんみたいな、どっちでもいいよみたいな、好みの問題やんって思うことも多かった。でも知らない人もいるかもしれないから、それいいけど、前も話したけどさ、うん、あのマスク事件、そう、あれが一番結構衝撃だった。そうだね。なんかマスクをママに電話して変えた方がいいかな、変えない方がいいかなっていう電話をしてたんだよね、うん、マスクを。そんなん自分で考えるよね。あれマジで驚いた。すごいね、本当に。そんないない人のこと言いますとあれですけどね。コーナーの趣旨とずれてきたから。いないからこそ言っとこうみたいなとこはありますけども、でも
それが今ちょっと大人になってるとこは私たち感動ですよね。いや感動ですよ、ね、最近自分でちゃんと決めるようにちょっとだけ、うん、そうそうそう、本当ちょっとだけどね自立しようとしてるんで、そう頑張って自立したいっていつも言ってた、うん、ずっと一緒にいてさ誰が一番変わったと思うわけ4人、どこからの変わりですか、ね、どこの変わりですか変わり顔とか言っていいんですか。じゃあじゃあじゃあどこから何時代からの変わりぐらい。何時代？最初に出会った時から。出会った時から。出会った時からか。そしたらもうみんなめちゃくちゃ変わっちゃってるね。まさかこの子があんなやつだったのにこんな風になるなんてみたいなの。でも私的にはアイラは変わんない。ずっと。でもアイラは変わんないんだよ。あそう。変わんないって。ずっと同じ性格。うん。変わん性格も変わんないかも、うん、アイラ。変わんないって。うん、いい意味でも悪い意味でも、うん、変わんない。それで悪い意味いらなかった絶対。そうだね。そうそう。ゆずはやっぱりでも最初結構ブリキャラだ。キャラではないんだけど。八方美人だ。八方美人な末っ子みたいな感じだったけど。お姉ちゃんが大好きだった。でもお姉ちゃんがいなくなっちゃったからこれは仕方ないこと。今全員同い年なんで、そうだよね、同い年がやっぱ、だとまあまあそうなっちゃいますよね。間違えてるよそれは、もうめちゃくちゃ間違えちゃってる。いやもう2個目と1個目がいるわけですからね。2個目見えるか。いやあれはあの人は見えないだろ。見えないだろ。1個目はね。いや見えないよ。見えるわ。見えるわ。全然ないよ。なんならこの2人が幼く見えて仕方ないよ。なんでだよ。いやでも本当にゆずは結構変わったよね、うん、めっちゃ喋るようになったし、うん、ズバズバ言うキャラそうだよね。その八方美人のいい意味でもなんかその八方美人さが変わった。なんか未だになんかスタッフさんの方とかとすごくいろんな方と一緒にゆずコミュニケーション取るのが上手だから、なんかそこはなんていうの、八方美人っていうだけ、八方美人は八方美人だけどいい意味で成長の変わりみたいな。わかりますか意味。いやあのスリービジニア時代はダメな八方美人だったみたいな。ダメですよあれは。もうダメですよ、誰にでも好きって言ってるようなもんですから、ね、だってみんな好きなんだもん。いやだから、あれですよ、付き合ってる彼女がいるのにみんなに好き好き好きって言ってる。だってみんなと付き合ってないもん。そういう意味じゃないですけど、じゃないですけど、いい意味で変わったよねっていうね。ゆずは花かな。確かあんなヘルメットでずっと泣いてたのに。でもヘルメット言うのイメージだよ、やっぱちっちゃいからさ、なんか花はすごい心がずっと幼かったから、なんていうんだろう、ボールの取り合いとかって小さいことするじゃん、赤がいい青みたい、青がいいみたいな。花はそういう子だった。なんかこれがいいって思ったらもうこれがいいって言って泣いちゃうみたいなイメージがすごいあったんだけど、すごい末っ子感、そう末っ子っていうイメージがすごいあった。なんか花はこれじゃなきゃダメみたいなのがあったけど、今は基本みんなに何でもいいよって感じじゃん、うんうん、自分譲るよみたいな感じだから、すごいそこが変わったなと思う。確かにまだ物心ついてなかったから、そうスリビアとそうだからな、私はさもう分かんなかったわけ、うん、なんでこんなこの人泣いてんのって目で見てたわけ。そうだよ、この人泣いてんだろう、ずっと泣いてるよ。そうひたすら泣いてた。絶対うざいもんそんな、うん、で抱きながらなんか怒ってんの。いや泣き切れね。可愛い、めっちゃ可愛かったよ。今思ったら可愛いよ、めちゃめちゃ。でも当時の私たちからしたらザッてなるよね。ザッてなるやつ。ゆずはもう古虫。そしたら花がごめんねってくるの可愛くない。あそう、花絶対謝ってくるよね。なんか内容がどれだけお互い悪い内容でも自分が全部悪いっつって謝ってくる。そうそうそう、いい子です。そっちの方が収まりがいいんだよ。でもなんか今は思ってないじゃん絶対。じゃあもうみんなに何でもいいよって譲るし。あ確かに、うん、意外と前はなんか本当に自分が思ってること言わなかったけど、今は逆に言うようになったじゃん、うん、意外とそう言うようにしました、うんうん、ですね。なんかそういう面では変わったのかな。萌香も変わんないね。萌香も変わんないね。うん、萌香とアイラ変わんない気がする。てか萌香は3歳から多分変わってない、ねね、ずっと赤ちゃん。ずっと赤ちゃんだね。萌香の生誕でさ、小さい時のスライドショーあったじゃん、うん、なんか小さい時の写真のスライドショーみたいなのが、うん、変わんないよね。なんかてかどれが3歳なのか分かんなかったもんね。そう、なんか基本幼少期の写真が全部同じ年に見えた、ね、分かる。あのゆず登場してきた萌香が3歳に見えちゃったし、だからやっと最近の写真出てきて、あー変わったねっていう感じ、うん、なんか明るげだねみたいな。確かに感じだったかな、うん、芋っぽさは抜けてるけどみんなやっぱ変わんないよね、うん、変わんない気分ですよ、ね、すっごい話がそれました。そうですね、だいぶ話がそれてしまい残り5分です、はい、え何が終わりまで。あ大変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 、すごい結構長い。ええもう終わり、うん、なんでか知ってますか遅刻したからですよ。あれだってさ、待って5時から
あ、半からか。あの時間ちょっと早めて。しかもあの半からだったんだけど、20分から始めたみたいな。なるほど。はいはい。だから10分しか変わってない。なるほど。で結構全体的に時間が間違えた。全体的に間違えた。すいませんでした。本当にすいません。そう。おかしいね。残り5分になってしまったんですけど、実はまだもう一個あったんだよね、企画。そう。ありましたね。これは締め、一応締めておきましょう。そうですね。というわけで、これってもしや私だけでした。ぜひみんなのも知りたいよね。知りたい。ぜひこれ私だけですかっていうのはぜひコメントとかで教えてください。お願いします。で、どうしようか、もう告知しちゃいますか、じゃあ。はい、はい、自らスイッチを持ってしまった。忘れてたんですよ。ありえない。なんかでも聞いてください、この間リリーベ大宮、昨日だね、昨日の大宮の後にご飯行ったんですよ、花家という私の家で、うん、なんでその時にね、いとこがね、去年の10月に生まれたんですけど、その赤ちゃんがエミカって言うんですけど、エミカも連れてきてて、ご飯屋さんに。そしたらずっとエミカ、エミカやってて、スイ君のことを放置してたんですよ、この人。いやいやいや、そんなことないで。スイ君愛がすごい薄いてて、しかもやっぱ2部のライブ中もさ、見に来てたのにさ、そうそう、ゆうたちゃん見つけたのにスイ君どこにいたか分かんなかった。言った、ここにいるって言ったじゃん。え、違うよ、え、スイ君いたって。ライブ中は気づいてなかったよ、花。え、気づいてて、その後に言い間違えちゃって、それを絶対ですね、絶対ですね、もう愛が足りないよね。そう、しかもやっぱスイ君に、あのエミカには負けるよって言って。あら、違う、そういうさ、営業妨害やめてもらっていいですか。ということで、スイ君も来週からね。じゃあ今週のエミカちゃんかな。あ、今週のエミカちゃんにしますか。全然庶民派じゃないし。ほんと、それは本当に違います。ガチで庶民です。全然庶民じゃないですよ、ね、本当にやめてください、そういうの。どうする？一人でディズニー行って写真撮らないで。いや、待って、なんかさ、一人で自撮りしたやつ見た、インスタで。やつこいつ強いなって思って、プリクラも一人で。しかもびっくりなのが、なんかディズニーでピザのカチューシャが出るっていうのを、そう、それで花に、え、このピザのカチューシャやばくないって言ったら、そうなんだよね、私明日朝から一人で行ってくるってやばいよね。私、うん、見間違いかなと思って、うん、一人で、うん、一人で。あ、なるほど。すごいよね、なんか。そしたらもう当日、うん、なんか朝な、行ってくるな、みたいな。でもずっと実況って、多分ちょっと寂しいからか、ずっと私に実況してくるんですよ。そう、なんか一人でプリクラ撮ったんです。もう周り JK とカップルだらけで、めっちゃ恥ずかしくて、ずっと電話してるふりしてたんです。待ち合わせね、待ち合わせね、待ち合わせ風もね。でそう、電話してるんですけど、一人でプリクラの中入って一人で出てきてます。でもこれ決定ですね、小島原の一人でどこまでできるか。やだ、はい、次回はじゃ観覧車編で。今まで愛良と萌歌だけかなと思ったら、なんか小島さんもそっち行っちゃいましたね。そうですね、はい、なんか朝から買いに行く人いないから。スタコミ乱入で友達増えてますから。そう、ね、昨日めっちゃやってたね。昨日頑張ったよ。そうなんです、愛良来てくれて嬉しいんじゃないね。嬉しい、うん、そうなんですか。アイラはとっつきにくい、あの見た目のイメージ、ね、だけど、だからみんななんていうの、高根の花なんだと思う。そうそうそう、私昨日特典会で言われたもん、アイラちゃん高根の花だからいけない、だから市川さんとか。そう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 。だから市川さんとかに来たと。びっくりして突っ込んじゃったよね。うん、ごめん、なんで今私のとこ来てるのもう言っちゃったもん。言っちゃった。喋れない、全然。どうしよう、ゆずきちゃん。おう、私も言われたかった。すぐ思った。やっぱね、高根の花っぽいけどね。友達多そうって言われた、やっぱ。キーナちゃんとかには。うん、ああ、言ってたね。交友関係広そうだった。意外って言われました。いや、全然もう本当に友達少なくて可哀想な子だ。お前もだろ。友達増やしてください。いやいや、ごめん。ディズニーは友達と行ったよね。行った。あの、幼馴染と行った。一人では行ってない。だって朝からピザカチューシャ買いに行こうって言って来る人いる？いないよ、無理。行かないよ、そんな。さすがに誘えねえよ、誰も。しかもだってあれの人全然朝から行かなくてよかったんでしょ？そう、意外と。あの夜くらいまで売ってたんですよ。結構在庫入れてたみたいで。絶対いらないもん。いや、だってもっと可愛いの作ったりとかね。だって青のさ、今スパンコールの出てるじゃん。あっちとかのが可愛いよね。いや、私ちゃんと変わってるよ、2個買ってきたんで、友達といるように。そう、1つ買っても友達と別々のカチューシャになっちゃうんじゃないですか。うん、ちゃんと2個買った。友達っていけるように。友達かわいそうだよね、本当だよ。というわけで、今週のスイ君やりたいと思います。やるかい。今週のスイ君は、花が家でのんびりしてたら、花のここのところに入ってきて、すごい寝てしまいそうなスイ君です。いきます。の顔しか見えない。可愛くない？顔
しか見えないんだけど。ハナのここに入って寝てるんだよ、スイ君が。ハナの顔の圧がうざかった、ちょっと。圧が強かったよ。すいません。圧が強かったですか？はい、というわけで今週のスイ君でした。イエーイ。はい、というわけで最後に告知をしたいと思います。はい、はい、まずはですね、はい、今週はあれですね、リリーベ、リリーベがあるんですけど、はい、横浜と横浜ビブレだ。はい、土曜日が横浜ビブレ、はい、で日曜日が渋谷のタワレコですね、はい、なので皆さんぜひぜひ来てください。お願いします。今回のセカンドのリリーベではビブレは初だよ、ね、初だし、だってアイラさ前回来れなかったじゃん。あ、そっか、行ったよ。あれあれ、そこはどこだ。あの家たちが制服でやってたとこ。行ったじゃん、あれ2回目。お花の衣装着てさ。あ、いた、忘れられた。あ、いたっけ。逆になんで一部いなかったの。黄色い…一部、うん、うん、別日だよ。別日か、あ、いたか。あれ、その時舞台だったから。あ、いたか。じゃあいたらしいです。いたらしい、ひどい。じゃあ雨降らしでは2回目の横浜ビブレになります。はい、3回目ね。あ、そうだね。4人ではまあ2回目だ、ね、そうですね、はい、ですので来てください。よろしくお願いします。適当だな、本当だよ。改めてツアーも言いますか。そうですね、はい、私たちのセカンドツアードロップ2022なんですけど、うん、チケットがもう発売中で初日は完売してしまったんですけど、最終日の28日とかね、あの、まあ売ってるんで。名古屋と大阪も一応言っとかないからね。名古屋と大阪も完売したわけじゃないから。でもあの、私たちが言うより天下のアイラさんに言ってもらった方がみんな近くなって。よろしくお願いします。ぜひ。28のあの状況を見て、やっぱちょっと言っといた方がいいかなと。そうですよね。はい、あの28日、皆さんが28しか言わない、来てくれないと、アメフラッシュは終わります。うちらは今回のライブができません、終わっちゃいますって言っちゃった、うん、で、アメフラ自体終わっちゃうって言ってるよ。規模でかいわ。同じようなこと言ったんだから、すごいね、規模でかいわ。でかい。すごい、なんかやっぱ仲間らは同じようなこと、規模の違いさが半端ないから。でも、あやだが可愛くお願いとか、ちょっとおねだりみたいな感じでしたら、こう切り取って、みんながツイッターに上げてくれるから離れるな。皆さんが28日来てくれないと、アイラちゃんいじけちゃう。来てね。ありがとうございます。これをぜひ切り取って、はい、可愛く音源などつけて TikTok や Twitter に拡散してください。はい、ぜひお願いします。他の私たちの宣伝とか使わないでください。使っていいから。ここだけ。いや、あの、私的に1個前がいいですね。アメフラッシュが終わりますがいい。終わります。こっちの方がいいです。個人的にはなるほど、ね、お願いします。最後は気合入るよな、メンバーもね。そうですね、本当に集大成。あの、名古屋と大阪の方もね、まだありますので、うん、ぜひ行ってください。お願いします。さあ、というわけでね、今週もそろそろお別れの時間となりました。はい、でもこの後はまだまだアメフラッシュですね。23時からインターFM897にてアメフラッシュの大雨注意報があります。イエーイ。ぜひぜひ放送ラジオを聞きながら、ハッシュタグアメフラ897でたくさんつぶやいて、皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。今回3人だったかな。3人だね。そうだね、この3人だなって言いますので、萌ちゃんはいないんですけども、あ、この萌ちゃんが多分いるかな。そうですね、うん、この萌ちゃんがいるかもしれない。みんなこの3人の配信聞いてください。よろしくお願いします。さあ、というわけで23時にまたお会いしましょう。それでは最後は全員でいきます。せーの、アメフラ中のアメフラしゃべり、略してアメしゃべ。バイバーイ。おい、え、なに、なんですか。遅刻してすみませんでした。ありがとう、スタバ。はい、食べます。